この世界は現実のものではない。ソードアートオンライン VRMMORPG と呼ばれるそのゲームはナーブギアのソフトとして2022年に発売された。ナーブギアは脳に直接信号を送ることでプレイヤーの五感全てにアクセスすることができる新世代のゲームハード。2022年にそんなのができるんだろうか。それは完全なる仮想空間の実現、自分自身がゲームの世界へ丸ごと入り込むような体験に多くのゲーマーが魅了された。ナーブギアのキラータイトルとして期待されていた SAO は初回ロットがわずか1万本ということもあり即時完売。正式サービス開始とともにゲームの中に飛び込んだプレイヤーたちはこれから始まる冒険に心を躍らせた。しかしそんな気持ちを一転する出来事が起こる。ゲームを開始してほどなくプレイヤーたちはゲームを終了させるログアウトボタンがメニューから消えていることに気づく。不穏な空気が次第に流れ始めた時、およそ1万人のプレイヤーたちの前に突如巨大な赤いローブのアバターが現れた。そのアバターは自身を茅場明彦と名乗り、この世界をコントロールできる唯一の存在であると言った。アバターが名乗った茅場明彦という男こそこの SAO の開発ディレクターであり、さらにはナーブギアの基礎設計者でもある。茅場はプレイヤーたちに話を続けた。ログアウトのボタンが消えていることは不具合ではなくこのゲーム本来の仕様であるということ。さらにゲーム外部の人間がゲームを停止させたり解除させることもありえないという説明がなされた。つまり全てのプレイヤーはこの SAO という仮想空間から出ることができないということになる。そして茅場からこのゲームの最も重要なルールが告げられる。外部からの強制的なゲーム停止の試み、またはゲーム中にプレイヤーのヒットポイントがゼロになった時、ナーブギアより発せられる高出力マイクロウェーブが脳を焼きプレイヤーの生命活動を停止させる。無事にゲームから脱出するにはこのゲームをクリアする以外に方法はない。茅場の話に唖然とする者、悲鳴を上げる者、泣き崩れる者、まさにこの SAO というゲームがデスゲームへと変貌した瞬間だった。デスゲームデスゲームの攻略、命がけとなるこのゲームの攻略は、あれアニメの攻略組と呼ばれる戦闘経験に長けたプレイヤーたちが行っている。ゲーム開始時にいたおよそ1万人のプレイヤーはその数を約6000人まで減らし、 SAO の舞台であるアインクラッド、その全部で100層あるフロアのうち第75層までを攻略していた。しかし第75層の攻略で多くの犠牲が出てしまう。攻略を終えた時、失った犠牲者の数に生き残ったみんなが絶望した。ただ一人を除いてヒースクリフ、最強クラスのプレイヤーギルド、血明騎士団のギルドマスターである。プレイヤー離れした強さを持つその男こそ SAO という世界を作りデスゲームを始めた張本人、茅場明彦だった。正体を明かした茅場はアニメのシーンじゃないか、この場で自分に勝つことができれば全プレイヤーの解放を約束し決闘を行い、敗れたゲームマスターであり創造主たるヒースクリフ、茅場明彦を打ち破ったのだからこのゲームは終焉を迎えると思われたのだが、未だ目の前に広がる仮想空間の世界、ログアウトされない現状に不安を抱えたまま次なる層第76層へ進んでいく。2024年11月7日、この仮想現実の世界に閉じ込められてからちょうど2年が経過した時のことだった。という話でしたね。第76層へと進んだ俺たち攻略組はある異変に気づいた。76から下には行けなくなりましたってやつだな。ここが76層か。
75層の階段を登ったらログアウトできるかもなんてちょっと期待したんだけどな。ん？なんだこれ？なんだこれ？どうした？なんか俺のアイテムの名前が文字化けしちまってんだよ。ああ、初期化されてしまった。どうなってんだこりゃ。キリト君、おかしくなっているの、アイテムの名前だけじゃないよ。なんだこりゃ。俺様が必死こいて鍛え上げたスキルデータが。俺のスキルも何個かロストしてるな。スキルはいくつか消えたりしているけど、レベルの方はなんとか無事みたい。レベル下がってたらもうおしまいだよな。75層で76層か。おい、こっちでも問題発生だ。転移結晶の動きが普通じゃなくなってるらしい。エギル、状況教えてくれ。なんでも下の層に転移できなくなってるみたいだ。これからどうなっちゃうの。みんな聞いてくれ。このまま待っててもどうやら無駄みたいだ。ゲームシステムが不安定だし仮想にも戻れない。これ以上致命的な不具合が出る前に先に進むべきだと俺は思う。そう、そうだよね。私たちの目的は SAO をクリアして現実に戻ることなんだから、みんなクリアを目指そうよ。目指そうよ。おお、そうだ、やれる、まだやれるぞ。一層から始まってここまで来たんだ、やってやろうぜ。俺たち攻略組の目標はこのゲームを攻略することだ。おお、行こう、百層に。おお、まだまだあるぞ。そして俺たち攻略組は百層攻略の決意を新たにしたんだ。76層で起きたのは悪いことばかりじゃない。思いがけない再会と新たな出会いが待っていた。なんだ、文字化けしたアイテムが光ってる。よし、オブジェクト化してみるか。はあ、やっと外に出られました。ゆい、ゆいちゃん、本当にゆいちゃんなの。パパ、ママ、お久しぶりです。二人とも無事だったみたいね。レベル低い人が次々に上がってくるよ。リズ、どうして来ちゃったの。どうして来ちゃったのってそんな言い方はないでしょ。落ち着いて聞いてね。リズ、実はもうリズは75層以下に戻れないのよ。ははーって感じだな。またしても来てしまった。テイン、リンダース。強かった。驚かせないでよ。ちゃんとゲートは動くじゃない。あれ、ここはこういうことなの。下の層には戻れないのよ。私のリズベット・ブグテッド。戻れないのは辛いだろうけど、この76層にもきっといいところはあるはずだぞ。何よ、いいところって。例えば上層なだけあって下にはないレアな金属もたくさんあるだろうしな。それに火事に関係するクエストだって発生するかもしれないじゃないか。うん、確かに最前線だもんね。ドロップアイテムも最初アイテムも仮想とは段違いか。ありがとう、アスナ、キリト。早速リズベットブグ店2号店となる場所を探しに行ってくるわ。違う人が来た。あ、お前ひょっとしてピナか。どうしてこんなところに。来ちゃいました。ピナ、勝手に先行っちゃ。お、キリトさんってシリカまで。お久しぶりです、キリトさん。どうして。噂で聞いたんです、最前線で何か事件が起きたらしいって。最前線にはキリトさんがいますから。だから私いても立ってもいられなくなって。それでレベル低いのにな、大丈夫か。でもお元気そうで安心しました。私キリトさんのお手伝いします。ご迷惑をおかけしちゃうかもですけど、で
も精一杯頑張りますから。あそこ妹が。なぜここだけムービー。確かに前回もムービーだったけど。ちゃんとビータ用に変わってる。お兄ちゃん。お兄ちゃん。信じてくれた。本名言ってしまったよ。今はリーファだよ。私のアバターネーム。そういうわけだから、私も今日からこのゲームのプレイヤーだよ。よろしくね。リーファちゃんよろしく。それじゃあ街に戻ろうか。キリト君、あれどれ、空から落ちてくるやつか。いやー、てきた。間に合え。これで受け止めても折れると思うんだけどな、体どっか。私ここに来た前後のこと全然覚えてなくて、空から落ちてきたなんて言われても、はいそうですかって納得なんてできるわけがない。右手をこう。何これ。シノ、多分それが名前みたい。こうして心強い仲間が加わり、76層の攻略を始めようとした矢先に何が起こった。俺はホローエリアに迷い込んでしまったんだ。そこまで巻き戻されたのか。そっから先はまだ行ってないってことか。懐かしいアニメのオープニングが。よう。これはあれだな、タイトルロゴはないな。どん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 先に進んでいくぞ。相変わらずトラブルに巻き込まれる体質だな、キリトは。セーブはどこだ。ヘギル、聞いてたのか。盗み聞きか。ここは俺の店だぞ。しかし面白い情報だな。ホローエリアか。クライン、貴様もか。隠しエリアとかそういうところには大抵お宝がごっそり眠っているもんだ。もしそうならアインクラッドの攻略も少しは楽になるかもな。もう何人かは向こうに行ってるんだろ。だったら俺たちも負けてられないぜ。俺も早く行きたいところなんだけど、まあ今日はやめておこう。セーブはどうやってしたいんだろうか。なんだよだらしねえな。早く。でもアクティベートはしてあるんだろ。ああ、さっき済ませた。だったら何人か集めて早速乗り込んでみるか。気をつけろよ。俺が行った時はいきなりスカルリーパーが出たからな。ステータスはだいぶ弱くなっていたから二人で仕留められたけど、強敵だぞ。おいおい、マジか。まあ今日のところはちょっと覗くだけにしておくわ。ああ、マップデータもないし、じっくり攻略した方がいいだろうからな。あ、それじゃあ行ってくる。行くのか。気をつけてな。行ってらっしゃい。アスナたちはどうしたんだ。ああ、部屋にいるんじゃないか。キリト、アスナはだいぶお前のこと心配していたぞ。もちろんキリトが悪いわけじゃないが、今日くらいは一緒にいてやった方がいいんじゃないか。まあそうだな。それじゃあ。おい、キリト。なんだクライン、早いな。お前がいないと場所が分からないじゃないか。早いなじゃねえっての。
ホローエリアなんて転送先存在しねえぞ。ん？何言ってるんだクライン。俺はアクティベートした後確かに確認して。疑うんだったら一緒に来い。おいクライン引っ張るなよ。こりゃもう一波乱あるかもな。ホローエリア管理区間違ってないよな。ああちゃんと合ってる。転移ホローエリア管理区。いけません。本当だ、おかしいな。だろ、キリトがいい加減なこと言うとは思わないけどよ。クライン、ちょっとどいてくれ。転移ホローエリア管理区。一人で行ってきます。来られたぞ。一人で来てしまったぞ。フィリアはいないのか。どこかを探索しているのかな。しかしどうしてクラインは。もしかしてこの文様と関係。とにかく戻ろう。ちゃんと言って来られたぞ。ああそうみたいだな。しかしこりゃどういうことなんだ。手をつないで一緒に行けばいいんだ。俺にもわからない。ちょっといろいろ試してみよう。帰ったか。遅かったな。ああいろいろと試してきた。結果はキリト以外のプレイヤーはホローエリアに転移できない。なんてことだ。そして一緒に行けるのは一人だけ。一人だけか。厳しいな。それで満足に戦えるのか。向こうで知り合った女の子はソロでもなんとかなってるから無理ってことはなさそうだ。でもよこれは公開できないな。できないな。ああ無用の混乱を招くだけだろ。一緒に連れてってって言われるから。くせっかくお宝が目の前にあるってのによ。おい霧の字、向こうへ行くときは俺のことも誘えよな。100回に1回ぐらい誘ってあげるよ。あ、なあ努力するよ。キリトにそんな余裕があるか怪しいもんだ。あれだけの女の子を相手にするんだぞ。いつもこいつばっかり。向こうで何か分かったらクラインにも教えるから。絶対だぞ。男の約束だからなキリト。やっと自由に街を歩けるぞ。メールは来てた。フレンドココアさんから。レベル上げ一緒にお願いできますか。なんか前にも見たことあるぞこのメール。 PSP の時も確かココアさんから来た気がする。さっき手振ってたんだね。消えた。手を振ってた子誰。あ、アスナか。びっくりした。ということでセーブして終わろう今日は。セーブどこ。